大分県大分市、佐賀関半島南側の太平洋から昇る不思議な形の朝日を観察しています。昇ってくる朝日が水平線と接する部分をよく見ると不思議な形になっているのがわかります。本来ならば球体で丸い形に見える太陽ですが、水平線上に蜃気楼が生じているために太陽の形が歪んで見えています。冬の寒い季節に起こる蜃気楼を通して見える朝日は、だるま朝日と呼ばれ、見る機会が少ない貴重な大気の現象です。2023年12月18日から2024年1月16日の30日間、だるま朝日を観察しました。観察に出向いた日数は21日、そのうちだるま朝日が見えた日数は13日でした。このだるま朝日が見られる条件は主に3つあります。まず第1に、朝日が昇る方向に水平線が開けていることが挙げられます。 50km 以上先に島や陸地がないという条件が必要です。2番目に、水平線上に雲がないということも必要です。たとえ晴れていても水平線上に雲があればだるま朝日を見ることはできません。逆に、上空に雲が広がっていても水平線上に雲がなければだるま朝日を見ることができます。最後に大切なのが蜃気楼です。海水温と大気の温度差が大きくなることで蜃気楼が出現します。そこへ太陽が昇ってきて初めてだるま朝日となります。この3つの条件があって初めてだるま朝日を見ることができるのです。それではだるま朝日13日の記録をご覧ください。